い、どうも、今回はシーズン2のキンバリーの、確定反撃など確定反撃や投げしけ、狩りの時の、取り回しのいいコンボをちょっとね見つけたというか探して、結構これがいいんじゃないかっていうのが見つかったので、それを紹介していきます。まずなんですが、昇竜拳などへの確定反撃の時ですね。これもいろいろあるんですが、いろいろあったんですが、まあ、今期 ならではのものとして、強パンチこうやって2回からこの流れがいいと思います。で、この流れの何がいいかというと、非常に取り回しがいいんですね。こっから混じった。こっからなんですよ。こっから2回強パンチで、この時点で追撃で全部の全ての、スーパーアーツが入ります。ノーゲージで全てのスーパーアーツが入ります。スーパーアーツ2も入ります。で、まあ1も入ります。で、今回スーパーアーツ1は何にもボタンを押しっぱなしにしなければ、爆弾を投げないように なってます。ボタンを押しっぱなしにすると爆弾を投げるようになってます。間違った。ボタンを押しっぱなしにしとくと、爆弾を投げます。キックボタンを押しっぱなしでいいです。で、まあ、これがまず1個いいとこで、非常に簡単なんですね。で、別にダメージも別に悪いわけじゃないっていうのが、まあ、非常にいいとこです。で、まあ、これを基本、このルートを基本として、ドライブゲージを使う場合、もう一個ノーゲージ。ここから空中投げですね。これでプラス20に取れてるし、置き攻めにもいけるし、ダメージもそこそこ出るしっていうことで、これもいいですね。で、これ、今までのがドライブゲージ使わないパターンです。あとドライブゲージ使うパターンで、まあ、基本項目としてあるのが、このパターンですね。これも、このパターンも、間違った。スーパーツにつなげられますが、スーパーツにはこのルートからは行きません。で、ダメージも悪くないんですね。で、今回のなんか目玉というかなんですが、これです。これでダメージも出るし、こっから98フレーム有利が取れてて、爆弾設置の置き攻めにもいけるんですね。それが非常にいいところですね。これ投げて、設置して、置き攻めに行くとか。今、中段重ねましたけど、あれでコンボ入りますからね、通常の中段入ってれば。まあ、いろんな、まあ、表裏のね、崩しとかも入れていけるんで、非常にね、なんていうか、まあ、ダメージ、追加ダメージを取りたいとか、まあ、そんな時にね、いいですね。で、まあ、そういう意味に置き攻めにもいけるし、ダメージもそこそこ出るっていう意味で非常に取り回しがいいです。で、ダメージ狙うならこっからこれでこうでこうです。で、これで5200超えるんですね。で、浮いてる相手に対して、この弱流転から調出、今スーパーアーツ3決めたんですが、これ波動コマンドを入力した後にもう一回波動コマンドジャックパンチでいいです。ジャックでも何でもいいんですけど、2回波動コマンドでいいです。ただこういうとこから行くときはジャックパンチ刻んでから行くときとかちょっとタイミングがずれるんで、私の場合ですけどもう波動コマンド3回入れてますからね。ということで
で、まあ本題に入ると、でこっからこういうのも入ってちゃんとダメージも出るし、さっき言ったような爆弾設置の置き目もあるし、振り回しがいいです。で今回のコンボルートとして、オーバードライブ扇風脚から SSP がつながるんで、これ今みたいなコンボも狙えるし、ダメージもしっかり出るっていうことですね。でもう、まあ、大体まあこんなとこなんですが、でもう一個ダメージ伸ばすときは、ここでもう一回これやって、こういうのもあるんで、ダメージ伸ばしたいときはやってもいいです。でこの音楽に乗ってない状態でも5300まだ行くんでね。でオーバードライブ版のさっきの、ハイアット補正からは天井交流もいけるんで、それ覚えておくといいです。もちろん SA 版も入ります、多分。あと、まあ、これが、確定反撃用のですね。なので、まあ、もう一回言うと、これです。強パンチ、強パンチ、強ルテンからの追撃。この時点で SA 全部入って、トラビゲスかパターンはこれがあるっていう。置き攻めに、ここで置き攻めに行ってもいいし、でしかもね、さらにちょっと言い忘れたんですが、でここで、これで追撃してからこうやって設置してっていう置き攻めあって、これ画面端で定番パターンなんですけど、こういうのもあるんで、またさらにやりやすい、使いやすいですね。というわけで、これがまあ、確定反、昇竜拳などへの確定反撃用のコンボです。で、もう一個なんですが、通常投げ、投げ式狩りですね。投げ式狩り用のコンボなんですが、あ、はっきり言って同じの入れれます。こういう風にやれば。同じの入れるんですが、一個注意するとこなんですが、があって、後ろに下がりすぎる場合があるんですね、こういう風に。まあ、下がりすぎなきゃ同じのは入れれるんですが、たまに下がり、まあ、下がりすぎちゃうとか、まあ、位置が遠いとかっていうのもあるんで、まあ、そういう時には、今回ね、ちょっと、このドライブラッシュを使ってやるといいと思います。そうすれば、当たったのを確認してから、やりやすいです。まあ、ドローン使ってもいいんですけど、こういうふうにやってもいいんですけど、まあ、簡単なのは、一番簡単なのはこれ、ドライブラッシュでこうやっていくのですね。ドライブラッシュでいって、で、今回強化されたこのしゃがみ、弱強パンチ、しゃがみ中パンチが、ちょっとダメージも上がって、発生も早いんで、まあ、非常にやっぱ簡単にいくとすると、こういうふうなつなぎになりますね。で、ダメージの高いしゃがみ強パンチにつないで、しゃがみ中パンチのヒットバックが減ったんで、しゃがみ強パンチつなぎが少なくなってます。なのでもう簡単さを求めるならドライブラッシュでこういくっていうのがいいと思います。で、これで遜色ない5000近いダメージが出るので、これでももうね、ちゃんできるだけね、失敗する可能性を減らした方がいいんで、発生6フレームのもうしゃがみ中パン強化、今回強化された、せっかく強化されたんで、これでやるのもいいかもしれないですね。あれこれでもいいんですが、もちろん本当はいいんですが、
発生がもう2倍ぐらい違ってるんで、ほんとね、安全策を取るなら、しゃがみチリパンチにした方がいいと思います。これはあんま減らないと思います。というわけで、まあ、結構同じの入りますからね。ソウル店に伝えれば同じの入るんでね。同じでいいんです。あとは、というわけで、以上が、シーズン2の、デカイスキへの反撃の、まあ、取り回しのいいコンボの話でした。以上、です。ご視聴ありがとうございました。そして、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。